皆様、お久しぶりです。いつもとは順番が違いますが、今回は私が進行しますね。さて、切りの良いパート40でしたが、特別なことは何もなく、通常通りコメント返しを中心にお届けしていきます。まずはこちらのコメントから。スケジュール管理、耳が痛い話ですね。ですが、今回の動画は1週間前から作り始めているので余裕がありますよ。とはいえ、A 面の裏話が抜けていたり、他の動画が全く上がっていなかったりと、それ以外のところがボロボロなんですよね。これにはいろいろと事情があるのですが、その話は裏話ブログでお届けしますので、そちらを見てくださいね。映像では、拠点に戻る道中の様子をお届けしています。前回の動画で、一旦、旅に区切りをつけました。その旅に関して、たくさんのコメントを頂戴しました。まずはその旅の総括に関するコメントからご紹介します。最初はこちら。確かに、平和じゃない動物、多かった気がします。クマ、チーター、あとは動画外でイノシシにも襲われています。旅は必ずしも平和ではないということですね。とはいえ楽しかったので、それはそれで OK です。続いてはこちら。旅は長かった、間違いないです。パート数で言うと3パート、リアルなお届け期間は3ヶ月でした。これアニメだったら1クール終わっているやつですね。ちなみに距離的には、最終到達地点が約-8300の -3200、 拠点が例の129なので、直線距離にして約9000でした。これが長いのか短いのかは皆さんの感じ方にお任せします。続いては探索中の動物関連のコメントを続けてご紹介。まずはこちら。地図上の表記ですね。ちょっと難しいのですが、王子というのはあくまで名前としての王子であって、役職名としての王子ではないんですよね。なので王子は王子です。どちらにせよ皆さんが呼びやすいように呼んであげてください。続いてはこちら。なるほど、情報ありがとうございます。馴染みがなさすぎて全然ビビッときませんでした。ロバさんは拠点に連れて帰ってこれたらまた別の名前を考えることにしますね。次はこちら。盗賊、夜間に遭遇しやすいんですね。こちらも情報ありがとうございます。ただ夜は動画的に全然面白くないというか、何やっているか見えないというかで、基本的には寝ちゃうんですよね。ある意味健康的で理想的な生活ではありますね。まあ今度別の機会の時に夜の森の探索とかやってみたいなって思いました。そうそう、動物といえばこの話題も、 A 面のラスト、メッセージコーナー的なところにもちらっと書いたのですが、実はゾウさんはすでに発見済みだったんですよね。しかもシーズン2のパート13、初めてチーターに襲われるちょっと前ぐらいでした。いやー、すっかり忘れていましたよ。ただ誰からもツッコミがなかったということは、きっとみんな忘れていたということでしょう。そう思い込むことにします。さて後半戦です。続いてはバイオームに関してのコメントから。こちらはニコニコ動画と YouTube の両方でコメントいただきました。ありがとうございます。和訳、地中海、名前だけ聞くとおしゃれですね。地中海の原風景にはポプラがあるからってことなんでしょうかね。レモンがあればというのはなんとなくイメージがつきます。細かい背景とかはさらに勉強が必要そうですね。さすがドイツ製ゲーム、ヨーロッパの知識まで必要になろうとは思わなかったです。さて続いては次期ライジングワールドに関してのコメントをご紹介。建築なのか農業なのか、確かに分かりにくいですね。ここにさらにサバイバル、冒険、乗り物の要素まで加わっているので、なんだか何でもありなゲームに感じます。カテゴリーにとらわれず、これがライジングワールドというカテゴリーなんですみたいな方向になるのかもしれないですね。それはそれで面白そうではあります。さて続いてはこちら。逃げ足は早い方がいい
間違いなくそうなんですが、仮に襲われてはまった時、王子と一緒に散るぐらいなら一人で散った方がいいのかなと思ったので、あの場面では単体突撃しました。自分自身はデスルーラできますが、王子は一頭だけですからね。そもそも馬の体力ってどうなってるんだろう、ちょっと疑問に思ってきました。後でこっそり検証してみます。今回ラストはこちらのコメント、麹侍の決め台詞ですね。実はコメントをもらってから考えてみたのですが、なかなか良さそうなセリフが思い浮かばないんですよね。拙者とかござるとかを入れれば侍の要素は良いと思うので、あとは工事現場的なセリフ、拙者工事侍ぜよ、自己紹介のセリフしか出てこなかったです。この決め台詞に関しては定期的に募集をかけたいと思います。採用されれば本シリーズで継続的に使いますので、どしどしご応募ください。以上、今回のコメント返しでした。紹介されてねえじゃんというコメントは裏話ブログの方にあるかもなので、そちらをチェックしてみてくださいね。時間もあるのでいろいろと雑談をしていきましょう。まずは動画にできなかったクマとイノシシのコンボ襲撃です。普段使っている録画機材にはタイムシフト録画の機能があって、いざという時はその機能で5分ぐらい遡っての録画ができますが、最近この機能を使っても録画ができていないパターンがありまして、今回の美味しいシーンもこの録画できない現象にはまりました。思い当たる節はいろいろとあるので、今後その部分の交換やら調整やらをしようとは思います。そのあたりの経過観察は裏話ブログで書ければいいなと思っているので、お楽しみに。さて、お別れの時間が近づいてきました。次回ですが、 A 面ラストでお話しした通り、まずはレコードを聞いてみたいと思います。その後レコードから受けたインスピレーションをもとにリスニングルーム的なものも作ってみたいと思います。果たしてどうなるのか私も想像がついていないですが、お楽しみに。ということで、それではまたね。